カリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦。カリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦に再分類された。基本計画番号は SCB-241.65。ネームシップの建造費は2億ドル。アメリカ海軍は第二次世界大戦末期より全く新しい艦隊防空火力として艦隊空ミサイル SAM の開発に着手していた。戦後も ジェット機の発達に伴う、軽空脅威の増大を受けて、開発は拡大され、1956年には、テリア、1959年にタロス、そして1962年に、ターターが、艦隊配備された。これらは 3T と、通称され、タロスは、ミサイル巡洋艦、テリアは、ミサイルフリゲート、DLG、DLGN、そしてターターは、ミサイル駆逐艦、 DDG に搭載されて広く配備された。しかし、軽空脅威の増大は続いており、3T では相番対処できなくなる恐れが指摘された。このことから、これらの在来型防空間の配備と並行して、1958年からは、早くも 3T の次の世代の防空システムとして、タイフォンシステムの開発が開始された。タイフォン MR。 旧小スーパーターター搭載の DDG は1961年度から、またタイフォン LR、旧小スーパータロス搭載の DLG 内し、DLGN は1963年度から建造される予定とされていた。しかしタイフォンの開発は、要求性能の高さに対する技術水準の低さ、統合システムの開発への経験不足により難重し、1963年にキャンセルされた。 これにより、アメリカ海軍の防空艦整備に重大な感激が生じたことから、当初は1966年度計画、後に1967年度計画で、新型 DDG の建造を盛り込むことが検討され、基本計画審議委員会、SCB では、1965年1月より、初限策定に入った。この新型 DDG は、 カーターシステムの改良系を搭載する予定であり、1966年度間として検討されていた時点では、はじめ排水量6666 66トンの蒸気タービン管となる予定であったが、1967年度間として検討が進められる過程で、大型化し、1966年8月の時点では、満載排水量8450トンのコガーグ、ガスタービン管となっていた。 これは、来たるべき磁気ミサイル駆逐艦 DXG のプロトタイプとしての性格もあったことから、ロバート・マクナマラ国防長官が、後ろ盾となって推進されていた。しかし、当時、同年度計画で、二密急行空母艦の建造が開始されていたことも、あって、議会は、7000トン以上の水上戦闘艦はすべからく、核動力を採用するべきであると考えており、 このガスタービン DDG の建造は認可されず、代わりに同様の性能を備えた原子力ミサイルフリゲート DLGN の建造予算として成立した。これによって建造されたのが本級である。先行する原子力ミサイルフリゲート DLGN がいずれも通常動力型 DLG をもとに核動力化する形で設計されたのに対し、本級は最初から 格動力艦として設計されたことから多くの新機軸が導入されている。船型としては先行する DLGN が朝鮮首労型であったのに対して本級は還元の高い車両甲板型とした。前後章を太い搭乗マストとしたことと相まって極めて重厚な艦姿となっている。また数用区画にはケブラーによる走行が施されている。また通常動力艦は 巡航速度で抵抗が最小になるような船体設計としており、先行する DLGN もこれを踏襲していた。これに対し、本級では、下記の通り路心寿命の延伸が図られたこともおり、核動力間のメリットを生かして、巡航速度よりも高速時の抵抗が最小になるように設計されている。機関は、ベインブリッジ以来の構成が踏襲されており、原子炉としては、 ゼネラルエレクトリック社ノが2機搭載された。これは加圧水型原子炉で、熱出力は100から 120MWT 程度と推測されている。ただし本級の原子炉では、従来と比して炉心寿命の延伸が図られており、約3倍とされている。これは通常の運用状態であれば70万回りに相当する。本級は、ターター、D システムを 初めて搭載しており、原子力空母機動部隊の防空中数艦と期待された。同システムは、もともと66年度計画、DDG 向けとして開発されていたもので、従来のターターシステムをもとに、全面的にデジタル化、ソリッドステート化して、海軍戦術情報システム、NTDS との連接を図った発展型であった。既存のシステムを元にしていることから、 前進作として、早期の実用化が期待されていたものの、実際には、サブシステムの多くが大規模解説系、新規開発となったことから、システムインテグレーションの問題から予想外に開発が難航した。1973年、一番艦の偽装委員長は、ターターシステムと NTDS との統合に問題があることを報告した。1974年、 当初計画より1年7ヶ月の遅延の後、艦は海軍に引き渡されたが、偽装委員長は、なお、戦闘システム実用に、不適と評価しており、戦闘システム統合化試験を通過するに至る間、さらに6ヶ月を要した。本級の配備にあたって経験されたこれらの困難は、当時進められていた、イージスシステムの開発において、貴重な教訓となった。なお、そのサブシステムとなる、 武器管制システム WDS としては、当初はマーク11モッド13が搭載されており、アトノン諸回収の際にマーク14に更新された。センサーはトラクスタンの構成が概ね踏襲されており、3次元レーダーはアン、SPS-48C、対空捜索レーダーはアン、SPS-40B、対水上捜索レーダーはアン、 SPS-10, またソナーもアン、s q s 2 6 c x をバウドームに収容して搭載した。その後、対水上捜索レーダーはアン、s p s 6 7に更新され、また対空捜索レーダー門著回収に伴いアン、s p s 4 9に更新された。本級のターター D システムはダブルエンダー配置となっており、監視日看板に マーク13モッド、3炭素ミサイル発射機を1機ずつ、また前後部上部構造物に、その誘導のためのマーク74モッド、2ミサイル射撃式装置の案、SPG-51D か機関性レーダーを2機ずつ配置した。この案、SPG-51D は従来機と比して出力を5倍増強した新型機であり、ターダー D のために開発されたものであった。 艦隊空ミサイルとしては、当初は SM-1MR が用いられており、艦著回収によって SM-2MR の運用にも対応した。艦砲としては54口径 127mm 単装速射砲、マーク425インチ砲が検討されていたが、後に発射速度は低いが軽量で信頼性の高い54口径 127mm 単装砲、 マーク455インチ砲に変更された。マーク86砲射撃式装置 GFCS による完成を受けているが、その案、SPG-60 追尾レーダーは艦対空ミサイルの誘導にも用いることができた。なおこの GFCS も新規開発の初号機であり、システム統合の困難の原因の一つとなった。対戦兵器としては、 アスロック対戦ミサイルの8連装発射機とともに、533mm、魚雷発射艦、マーク25と 324mm 連装、単魚雷発射艦、マーク32が予定されていたが、水上発射型マーク48魚雷の計画中止に伴って、マーク25は後に削除された。これらを完成する水中攻撃式装置、u f c s としては、 マーク114が搭載された。なお、アスロック8連装発射機は、環境構造物直前に配置されたが、その前方の看板室が、タマコとされており、再装填の際には、発射機は180度旋回して、船尾側を向き、後方から再装填を受ける形となっているが、このようなタマコ配置を採用したのは、本級のみである。その後、1993年に、 アスロック発射機は撤去された。船尾乾板はヘリコプター乾板として強度を確保しているが格納庫は備えられていない。これは本級が QH-50 ダッシュが退役した後、ランプスが普及するまでの空白期間に設計されたと,とされている。2隻はニューポートニューズ造船所で建造された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。